岩田さん、どうも。昨日は、ネットビジネス勉強会にお越しいただきまして、ありがとうございます。速稼塾の久保です。記事の方をね、何度か読まさせていただいて、早速昨日もなんかね、和田直樹の勉強会出てきましたって記事がね、ありましたけども、まあ嬉しいなと思うのは、別に僕の名前が出てないからどうこうではないんですけども、僕がもうすでにですね、広島にいなくても、このインターネットビジネスとかメディアビジネスとか、もっと言ったらですね、ブログとかツイッターでの情報発信っていうのは、もう私がいなくても勝手に広まっていくんだろうなと思っています。それまではね、もちろん皆さんね、個人個人でされてた方いると思うんですけども、やっぱりね、ここ2年での情報発信の質っていうのは、まあ、大多数の人は、まあ、残念ながら変わってないんですけども、一部の人だけでもものすごくいい情報発信をするようになったなというところは、まあ、私もですね、まあ、一つきっかけを作ったものとしては、自分自身の存在意義があってよかったなと思います。で、これからはその情報発信で本当にですね、人の悩みを解決したり、人の痛みを和らげたりとか、それから寂しさを払拭したりとかですね、未来に希望を持たしたりということをやっていこうかと思います。情報発信は非常に重要でですね、毎日のように暗い情報発信をすれば、暗い気持ちに人をさせることもできますし、で、逆にですね、夢のあることとかですね、もう本当に人に割られるぐらいのでかい夢のことを語っていると、なんかね、やっぱり皆さんも他の人も影響を受けて、あ、大きい夢持ってもいいんだとか、こんなこと言ってもいいんだと、バカバカしいことでも本気でやっていいんだっていうふうに気づけると思うんですよ。それがそれぞれの持っているビジネスとか、全勢力を注ぐようなね、お仕事だったら当然なんですよね。私はだから、Facebook でも何でも、自分の仕事をね、しっかり表現してもらいたいなと思います。というのが、それだけ本気でやってるはずなんで、絶対に、お客様にね、マーケットに、この街に届くはずなんですよ。ですので、これからも、この広島という街、そしてひいては日本という国、この大きな地球という、その世界にですね、たった一人の人が影響を及ぼそうな、その情報発信ができる人を、まあ、求めて、私もそういう風になっていこうかなと思います。ぜひですね、これからも、しっかりと、こう、濃い付き合いをね、させていただければと思いますので、今日はまあこんな背景ですけどもね、ご挨拶に変えさせていただきます。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。速稼塾の久保でした。